山中さんがでも買うんですよね、これ最終的には。えエコモードにすると結構コースティングを多用するようになって、まあ、燃費側に触れるんですけど、おうおう、ある一定の速度の乗った状態でアクセルオフすると、これね DCC パッケージついてるこのゴルフ GTI だったらめちゃくちゃ安いしお買い得だと思います。車の話坂戸店のコーナーでーす、はい、続いての車は何でしょう。はい、まあ、今回もねアヘッドの在庫車紹介ということで、じゃじゃーん、あゴルフじゃないですか、はい、その GTI、はい、山中的テンション爆上がり車両入ってきました。山中さんがでも買うんですよね、これ最終的には。ええ、だから欲しいって言ってたじゃないですか。いや、欲しいですけど。欲しいでしょ。はい、あでもひろきさんの見解も聞きたいなと。いや俺は個人的にこれは ECU がいじれるんで300馬力ぐらいに上げてみたい、ね、あそっち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 、いやまあ乗ってみないとまだ分かんないですけど、はい、でもなんかいい車であることは確かだと思うんで、はい、ちょっとそこも含めて試乗してみたいなと、はい、でねこの車はゴルフの7代目、はいまあ、ゴルフ7って呼ばれる方の、はいはいはい、まあ後期型だとゴルフ 7.5 ってよく言うんですけど、そうす、ね、これは本当にもうゴルフ7の一番初期ですか。 GTI です、はい、あで、まあ、この車スペック的には、うん220馬力かでトルクが 35.7 キロ、うん、ハイスペックです。これが2リッターのターボエンジンになるわけですから、あ確かに、はいまあ、すごくねあのバランスもよく耐久力もあるエンジンだというふうに、うん、評判の EA888 といえば、ラリー2のシコダラリー2エボにも搭載されてるエンジンですね。おじゃあ一緒なんですね。じゃあせっかくなのでちょっと見てみましょうか。どんな感じなんですかね。いやまあ何回も見たことあるんで普通だな。まあ至って普通ですね。普通だな。至って普通のエンジン、至って普通のエンジン、スポ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 、おおまあ普通ですね。ああ普通ですね、はい、至って普通のエンジン、至って普通ですね。そうですね。いやこれがその300馬力を出すわけですよ。重量は1430キロです、ちなみに。ああ、なるほど。だから結構、逆にちょっと重くねって思っちゃうところもありますけどね。あまあ確かに、はいまあ、それだけボディもしっかりしてるっていうことだと思うので。はい、あとね、ひろきさん。はい。前、ゴルフ、GTI といえば、はい、この内装ですよ、このタータンチェック。ああ、そう、これおしゃれだよね。おしゃれ、これ大好きです、僕。このね、シートの中のところね。そう結構この GTI はおしゃれなんですよね、はい、シート自体もちょっとあのホールド性があってね、はい、全然でねこのゴルフ7からはそのオートクルーズコントロール、まあ、ACC か、はい、アダプティブクルーズコントロールも標準装備全モデルで、あそう、はい、でねあのパーキングのホールド機能もついているのでかなりね街乗りも正直楽に乗れますし、あとねステアリングもねかなりスポーティーなものにねちょっと D 型っぽくなってるっていう。ああ確かに確かに、はい、でも基本的には普通のゴルフ7と一緒です。これ2000何年、2014年式ですね。14年なの、はい、平成26年です。へ初期型はね平成25年車だったと思うんですけど。確かに確かに、はい、いやいいっすね、はい、いいっすね。であとはこのモデルはあの DCC パッケージっていうのがついていて、はいはい、あのそれは何かっていうとあのシフトノブの左側の一番上のところにモードってありますよね。ありますね、はい、これであの走行モードの切り替えができます。コンフォート、ノーマル、あこれ、ね、スポーツとかエコとかね、 なるほど。あとカスタムとか、まあ、エンジンの制御だったりとか、あとはそのエコモードにするとすごくコースティングしてくれるんですよ。アクセルオフしてくれると勝手にニュートラル入ってくれるようなものがついてたりとかするので、いろんなモードで快適に乗ることができる仕様になっていると。いいな、はい、いいっすね。せっかくなのでエンジンまずかけてみましょう。はい、こっち、あーいいですね、大人な感じ、はい、ちなみにねこの車9万7000キロぐらい走ってます。おあとは個人的にこの7世代目になってからペダルがね唯一吊り下げになったのは僕好きじゃないんですよ。あそういや別に全然いいじゃん吊り下げで、はい、いや僕はオルガンペダルがすごく楽で好きだったんですけど、あこう置いとくだけで、はい、この7世代目から、まあ、コストダウンの関係でって言われてますね、はい、結構モジュール化されていろんな共通部品になったらしくて。あなるほど、はい、じゃあぜひ行ってみましょうか。行きましょうか。方に、はいはい、あじゃあ行きますね。はい、ということでついに来ましたゴルフ GTI。 匂いはボルクスワーゲンですね、はい、静か。これブレーキ離してもらっても大丈夫です。今フォールド機能ついてるんで。本当だ、すげえ
すごいねこれね、はい、まあ、今となってはね割と当たり前についてる機能になりつつありますけど、まあ、当時だと割と珍しい方だったんじゃないですかね。へえ、はい、まあ、要はその電動サイドがまだそんなにまだ世に出回ってない頃なんで、うんうん、あ、そう言ってみればそうだね、はい、1500キロかん、1430ですね。ああ、あと100キロぐらい軽くなったら面白いな。あ、でも質感とか考えるとなんかそういうところにもちゃんとお金がかかってる車なのかなって気がしますよね。あとこの車はまあ DSG って呼ばれる、まあ他社だとね DCT って呼ばれるデュアルクラッチトランスミッションですけど、うんうん、GTI には、まあ、前期はね6速なんですよ。ああ、なるほど。 7.5 から7速になるんですけど、あ、8速じゃないんだ。はい、まあメンテ的には、まあ、6速の方が全然安かったりするんで、オイル交換とか含めても、まあ、割とおすすめではあります。今は割とまあ正直お手頃な、ね、値段で手に入る車にもなってきましたし。おお、はい、よもっとパワー欲しいな。安定しすぎてる、まだこの領域だと。正直、それこそ A45 も僕持ってるじゃないですか、うんうん、まあ、ピークパワーだけで言えば同じ2リッターターボでも、まあ、380とか現行の A45 に関しては421も出てるわけで、まあまあまあ、そう考えると持ってるポテンシャルって多分すごいんですよね、このエンジンもね。確かに。だってこれ何馬力出たっけな、なんか400馬力ぐらい出るんじゃなかったっけ。あ、そうですね、その排気回りとかいろいろ変えたら速いな、これ。てか回してないのに速くないですか、この車。速い、まあ、トルクがそれだけ太いってことですよね。てかね、ちゃんと制御がすごい滑らかに加速するようになってる。はい、今エコモードにちょっとしてみます。エコモード、エコモードにすると結構コースティングを多用するようになって、まあ、燃費側に触れるんですけど、おうおう、まあ、ある一定の速度の乗った状態でアクセルオフするともう勝手にニュートラルに入るようになります。え、それってどうやって分かるんですか。あ、もうタコメーター見せたら分かりますよ。あ、そう。じゃあ、例えば50キロぐらい出してます。今ね、あの真ん中の画面でフリーホイールって出てると思うんですけど。あ、本当だ。で、今ニュートラルに入ってて、またアクセル踏んで加速するとまたギアがつながるようになります。へえー。あ、フリーホイールっていうのがニュートラルだよみたいな。あ、要はそういうこと。要はクラッチを切ってる状態ですね。あ、なるほどね。すげえな、まあ、オートマだとこういう制御できないんで DSG ならではですよね。ああ、そうだね、一応ギアだもんね、はい、ちゃんとした。いいなあ、これ欲しいよ、山で。はい、ありがとうございます。車検残ってるでしょ。はい、車検は令和7年6月まだ。あとバリバリじゃないですか。バリバリのバリです、ね、バリバリのバリですね、これね。まだタイヤの溝も結構残ってるし、ミシュランですよ、これ。あら、ハイロットスポーツ4です。ああ、素晴らしいですね、はい、いや、十分だよ、これで。俺は欲を言わないから。個人的にはこのブレーキのホールド機能が好きというか、めっちゃこう足がね、ずっと疲れなくなる。確かに楽ですね。まあ、今回使わなかったですけど、ここのステアリングの左のボタンのところにクルーズコントロール周りのボタンが全部ついてる。あとね、レーキープアシストもついてるので。ああ、そう、はい、結構日本車ほどピー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 うるさくないらしいので、うんうん、うん、はい、結構快適に乗れるんじゃないかなと思いますが、はい、というわけでひろきさん、はい、だいぶ楽しんでたと思うんですけど。いや、もうこれ、はい、山中さんお買い上げですね。山中さんが、ひろきさんがおもちゃにしようとしますね。いや山中さんが買ってくれて、はい、で俺がいじるんで。いや、でも正直めちゃくちゃ状態良くないですか。確かにめちゃくちゃいい。走行距離は今9万8000キロ手前ですけど、うん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 、正直傷とかもほとんどないないね。すごい綺麗、内装の状態もすごく綺麗なものですか、うんうんうん、はい、なので、こちらの車、車両本体価格98万円、お込み込み、お、取り出し118万円、安いんじゃない、すごく、はい、これね、 DCC パッケージついてるこのゴルフ GTI だったらめちゃくちゃ安いし、お買い得だと思います、うん、もうあれじゃないですか、そのグーネットとかの中でも一番最安値ぐらいのところに来る、に近いような、ね、そうだよね、はい、レベルで、なかなかね、 DCC パッケージで100切ってる車ってまだね少ないと思うんですよ。ちょっとね、この動画が出るまでにどうなってるか分かんないですけど、はいはいはい、はい、白でね、人気の色ですし、確かに一番人気ありますもんね、はい、おすすめですので皆様、はい、
ぜひですね、ちょっとここからですね、お問い合わせしていただいて、ひろきさん、チューニングしてください、あとは。だってこれ、めっちゃ抑えてるもん、パワー、今乗った感じ。E888 ってもっとパワー出るからね。はい。乗ってる感じだって200、まあ300は出ると思うわ。はい。全然普通に。300は出る。うん。ただそこら辺までしっかりやっていきたいですよね。はい。だから山中さんが買っていただいて、で、僕がそれをいじると。僕の A45 早く誰か買ってください、お願いします。A45 が山中の A45 が売れたら山中がこれ買ってこれを400馬力にする、ね。増車する？増車？増車？増車する？何の増車？あ、これを？これを持ってる状態で2台持つってこと？増車？あ、いいじゃん、増車で。頑張って働かないと。いいじゃん。いいじゃん、頑張ってるんで山中さんね、ぜひ皆さんがね、はい、YouTube を見れば見るほど山中さんが増車するということになってきますので、ぜひ私たちに協力していただいて、はい、あのチャンネル登録、はい、いいねいただければ、はい、山中さんが増車していく姿が見えるというところになっております。 YouTube ハラスメントという言葉を爆弾させようと思いますまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。